どうもリントです。はい、ということでね、あの1分ほどのショート動画がね最初に上がっていたと思うんですけれども、はい、そのところでね映っておりました、うさぎちゃん、はい、新しい家族が増えましたということで、新しい子がうちにやってまいりましたということでね、普通のミニうさぎでございます。ミニうさぎの白い子ですね。はい、いろいろねこう悩んでいて、まあ、ネザーランドドワーフとかね、あのミニレッキスとか、あとロピアとかね、まあいろいろいますけれども、まあ白い子がすごい好きだったっていうのと、まあウサギちゃんならっていうところもね結構ありまして、今回はミニウサギという形で、まあミニウサギはね、あのものとしてはまあ雑種っていう扱いにはなるので、今はあんだけちっちゃくてもこれからね大きくはなっていくと思うんですけれども、はい、そんな感じでございます。はい、で、今この子のお名前はですね、ちょっと悩み中ではあるんですけれども、この動画を撮ってる時は悩んでるんですけれども、おそらく、後でね、生放送がね、多分この動画が上がる前に多分生放送してると思うんですけど、その生放送の中では多分お名前がね決定してるんじゃないかと思います。ちょっとね、もう名前自体は決まってるんだけど、ちょっと漢字表記とかをどうしようかなと思ってて、ちょっとうちの子の中では久しぶりの漢字が名前に入る子になります。まあうち他でね、漢字が名前につく子ってギョロメちゃんのギョロ、目の部分がね、あの漢字なんですけれども、他はだいたいカタカナか、ひらがなか、あとは英語の子と、まあ英語の子は今いないか、今英語表記の子はいないな。あとはあの数字表記の子ね、クロ君、はい、っていうのがいますけれども、まあそんな感じですね。ちょっと名前は今悩みながら、ちなみに今その漢字表記をどうしようかなと思ってる、名前に関してだけで言うと鈴になる予定です。ただ普通にただの鈴っていう漢字にするのか、ちょっと当て字を考えてちょっとやるのかなど悩んでおります。で、名前の由来としてはなんですけれども、私の名前はリントですけれども、リントのこのハンドルネームって、まあ、本名の、まあ、もう本名公表してるんで言うんですけど、下の名前ユートって言うんですけれども、あの下の名前のユートのトと、私がね大好きなアサキっていうアーティストさんがいるんですけれども、そのアサキさんの曲の中に赤い鈴っていう曲が私一番好きなんですよね、その曲の中で。で、その赤い鈴っていう曲の中に歌詞にリンっていうのがつくのと、リンリンリンって鳴るっていう、そのリン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 っていう、鈴の音の音を歌詞の中で表現してるんですけれども、その部分と、赤い鈴の鈴っていうのもね別読みするとリンになるので、はい、そこからねリントっていう名前になったんですよね。そこからリンと、あとはトの部分は私のそのユーとのトの部分ね。で、漢字表記にするとリンとのトって、実はあのリンってリ、あのリンとしてとかリリシーとかそういう系のリンに、トの字はあのウサギなんですよね。それでリンとって読むようにしてて、でウサギ自体ももともと好きで、まあ、いつか飼ってみたいな、飼育したいなって。まあ、あの、今まで飼育経験はなくて、いつか飼いたいなぐらいな感じに考えてて。で、ずっと白いウサギちゃんはね、お迎えできたらななんて考えていて、で、ちょっとペットショップの方にね、見に行った時に、ちょうどいたんですよ、白いウサギが。それがね、このミニウサギの鈴だけだったんですよ。他の子たちは、白くなくて灰色の子とかブチ模様の子とかで、あとミニレッキスだと普通のなんて言ったらいいんだろう、あのうさぎっぽい色っていうか、なんて言ったらいいんだろう、クリーム色っていうか、そんな感じ、クリーム色系のまあお色の子ですね。で、ネザーランドドワーフも同じような色合いで、で、あとはロプイヤーか、ロプイヤーがブチ模様だった気がするんだよな、違ったかな、なんかいろんな子がまあいたんだけど、で、その中で、まあ、この子をね、ちょっといろいろな、あの、理由からお迎えっていう形になりました。はい。なのでね、こういろいろ考えながら、
で白い子に出会ってお迎えって感じですね。あのよくお世話になっているショップさんの方でお迎えした形になります。はい。この子ね大胆なんだよね。上から思いっきり行ってあのこのね牧草をねあの食べます。はい、すげー食うやん。一応そのショップさんの方で今あの与えてたご飯をそのまま与えていて、ウサギの極みっていうのと、あとはチモシーはなんか大きい袋のやつね、なんかチモシーあります。そんな感じですね。あとはまあまあまあケージはね、あの餌入れは100均 の、 あの犬猫ちゃんのね入れ物を置いて、でチモシーの入れ物はねこれは専用のやつ買ってきてやってるんですけど、上から食ってますね。でこのチモシーは今日あのお迎えして帰ってきたばっかりなんですけど、あのお迎えした時にそのお迎えした時の箱ケースの中にいっぱい入れてくれたんで、それをそのまま入れました。はい。であのもともとシェフィーさんが使ってたパネルヒーター置いて、あとおトイレはねあジェックスさんのやつ入れてます。で下のこの何これ絨毯床はあれです、100均で買ってきたやつです。でこの子とはちょっと色が反対になる、あの同系色ではないあの反対色になるものをちょっと選んで買ってきました。でもともとシェフィーさんのケージがこのようにウサギちゃんの、飼育ケースになりました。でちなみになんですけれども、基本的には中にずっといるわけじゃなくて、あの部屋散歩するので、寝るところはこの大きさでも大丈夫かなっていうところでございます。多分めちゃめちゃ部屋散歩させると思うんでこの子はいっていうところですね。でシェフィーさんは横の思いっきりでかいケージ、まあ正直ねこっちの押し入れの中をねウサギちゃんの部屋にしてもよかったんだと思うんですけれども、ウサギちゃんこれだと出しやすいなと思って、これでガチョンって出せばそのまんま散歩ができるっていう状況でね、はい、だからこんな感じにしてみました。活発やな君。あちなみに、この子女の子です。はい、なので鈴でいいかなとは思ってます。鈴って言うと反応したらもう鈴決定なんだけどな。でも鈴な気がするな、このまんま漢字を変えるかどうかちょっと悩みながらっていうところでございます。ここねあのうちの鈴ちゃんの動画ももう鈴ちゃんになっちゃったな、鈴ちゃんの動画も増えていくと思うので、ぜひともよかったらねそちらの動画を見てみてください。あとこの動画のねあの終わりではあるんですけれども、なんかこんな可愛いおもちゃを見つけました。これコウモリさんね。でここ押すとって鳴るの。でもこれ誰かが遊ぶっていうのないんで飾っとこうかなってところです。もしくは鈴のケージの中にポンと置いとく。コウモリさん鈴のケージの中にねもう一個入れようかなと思ってやめたのが、これルナのぬいぐるみってやつなんだけど、あのルナのお友達ぬいぐるみね、あのルナってシャドーバースに出てくるキャラクターなんですよ。シャドーバースに出てくる、ネクロマンサーっていうクラスの、リーダーの女の子なんですけど、その子が持ってたやつで可愛いなと思って入れてたんですけど、なんかちょっと合わないなと思って。こんな感じになっちゃうんですね。あーでも置いててもいいかな、置いといてみようかな、試しに試しに置いといてみてダメだったら抜きましょう。まあなんかこんな感じで置いときましょうかね。めっちゃ乗っかって食ってるよ、楽しそうだね。チモシーがチモシーあと入れてくれすぎじゃね、あの知り合いの方が入れてくれたんですけど、入れてくれすぎじゃね、ありすぎじゃね、最初のチモシーまだ私自分で買ってきたチモシーまだ開けてないんだけど。
君元気だね。そう、ほんとね、なんか押し入れシェフィーさんじゃなくてね、押し入れをね、このすずちゃんでもよかったかもしれないんですけど、なんかね、この子はもう部屋散歩というよりも押し入れでずっと散歩しといてもらおうかななんて思いつつも、まあ全然出すんですけれども、その方がいいかなと思って今はこんな感じにしてます。押し入れは押し入れでね、気に入っておりますので、こんな感じでございます。君どうした？君の出てき方が可愛いな。でね、ちゃんと帰るですよ。ほら、可愛いね君ね。あとこの子めちゃくちゃ慣れた子でございますね。あとね、なんかそうそうそう、家にあった布を入れてあげたいんだけど、これ入れる場所が特になくて困っております。どうしようかなって感じ。入れなくてもいいのかななんて思いながらね。はい、っていうところでございます。はい、今後またね、この子の動画たくさん出てくると思うので、よかったらね、ミニウサギのすずちゃん、すずちゃんの動画見ていってあげてください。生放送もねやってますので、ぜひともよろしくお願いします。ということでね、本日は、ミニウサギをお迎えいたしましたという動画でございます。もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方フォローお願いします。あと過去にもね、たくさん動画上がってますので、1000本くらいね上がってるんですけれども、もしよろしければ時間のある時に見てみてください。ただ最新の動画を見ると、このリミンパラレルというチャンネルでは何をやってるのかっていうのがなんとなくわかるような構造で動画は常に作っているつもりなので、新しい動画を見ていただくだけでも構わないかなと思います。またね、毎週金曜日生放送やっておりますので、よかったらね、そちらの方、生放送の内容としてはうちの子のお世話でがメインの生放送です。ご飯をあげたり、ケージの掃除をしたりっていう、まあ、日常的なことね、毎週金曜日やっておりますので、よかったらそちらの方も見てみてください。はい、ということで本日は以上となります。それでは以上、リントとすずちゃんでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。